だ。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか、かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、姉御。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鉱炉の爆発、すごかったでしょ。魔鉱が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。え、もうバイク運転できるの？はいや。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？移動 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃ、華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てでも酔わない。意味を理解していないクラウド。楽しそうだね。そりゃもう遠距離攻撃。一緒に危機を乗り越えた男と女は殺す。馬力が足りとらん。よし、オッケー。スピンクラッシュってのもあるな。来た。本当無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ？そりゃ止まらねえけどよ。でしょ。ほら、上等。やひょっとして私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてた。気にするな。たか、こう。おお、そんな技。これ結構ピンチだよね。どうする、どうする。揺らすな。いや、届かない。いや、ギリギリ届かない。クラウド、急いで。いや、お姫様になった気分。エリート部隊。あ、なんか持ってる。嫌な響き。もう負けそうっす。ちょっと危ない。わー。いや、オッケー。いや、いや、さすがクラウド。いや、
ケー。あ、なに、ドローン。大丈夫、届かない、届いた、俺がいる、急ね。そんじゃ頼むわ。かっけー、もしかして物足りない。まだいる、いや、ドローン柔らかい。スピードが出れば、さっき言ったやつ新キャラだよな。出たー、フォー、やった。このまま駅に向かうのか。ううん、車庫へお願い。ああ、二人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない、聞こえてる。わっしょい、いや、タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。完全にグラディオだけど。じゃあ競争をしようか。競争。俺に言ってるのか。他に誰がいる。断る。ああ、聞こえない、聞こえないね。遅すぎて耳に届かないよ。なんなのこいつ。チーズモンだ、お嬢さん。私はローチ。人は私を顔を呼ぶ。ピンとジャンキータウン。聞こえてる。ハハハハ、レディの声は特別だ。楽しくなって、いいね、楽しくなってきた。テンション高いぞこいつ。ないと、なんちゅう乗り方してんの。何やってんの。ほっとけ、悪く見込んだバイクは気持ちいい。だがしかし、まだ乗っているだけだろ。アドベントチルドレンのバイク戦闘みたい。いいか、バイクは乗るものじゃない、己の一部とするのだよ。このようにね。
あぶね。あとちょい。ああ押されてる。いや、やろう二人が危ない。いや、野郎二人当たってない？大丈夫？危ない。やったか。リタイアか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。クライマックス最高！ジェシー、ハンドルを頼む。え？それ！あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。造園が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転。勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。ちいか。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える？あ？あ？しっかり捕まってろ。あ、どうした？今、落ちたかも。なんつって？ほら、見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら、行こう。ティファにバレたら殺されるな。ここも7番街か。さっきのあの新キャラローチェ、もうFF7 の世界に転生してイメチェンしたグラディオにしか見えない。声が同じなんだけど。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。コツ？あれ、レバー下げるだけ。さすが。単なるトンネルだけど、こういうところ後ろ行ったら。クラウドさん、こっちこっち。はい、なんもないのね。
7番街の社宅地区、うちの親、神羅の人間なの。私、魔鋼炉のおかげで大きくなったんだよね。神羅社員の社宅区画みたいな場所か。なかなか整備されていて良いのでは。おいでー。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。目の前にビル。あ、神羅兵募集。何倍も給料もらってんだろうな。給料はね、実は神羅兵士よりね、タークスの方が高いんだよ。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのお袋さん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。裏手。はい。不審者だけど。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。行くか。不審者に加えて不法侵入しろと。中ちょっと見え。ん？誰か寝てる？え？ただのベッドじゃないように見えるけど。裏手これか。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。え、今見えてた部屋だよね。こっちはダメ。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど。自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。神羅の人？なんで病気？
ハズレか。植物状態が何か？ ID カード、あ、写真が。ジェシー、手紙？見ちゃおう。パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今、ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演、ジェシー。主演？女優？だったの？ジェシー。あ、魔鉱炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。ってことはこの人シンラカンパニーのまあ社員で、魔鉱炉担当、もう魔鉱中毒にしか見えないけど、その見た目は。退却。おお、あ、バケツか。みんな出てくるかな。